やっほー、皆様いかがお過ごしでしょうか。高健鉄でございます。今回はもう作り置きにも向いてる、そして作っておいて朝ごはんとか、あーもう一品ちょっと欲しいなっていう時にものすごく便利なウインナーとキャベツの柔らか煮なんていかがでしょうか。はい、もう使うのがキャベツ、玉ねぎ、お野菜をね、キャベツメインでいきます。これをですね、洗ってございます。ザクッと半分に切りまして、なんとなく重ねたりして、ちょっと押して潰します。こうすると切りやすくなる。で、繊維が交差してますので、こんな風に繊維を断ち切るように細切りにしていきます。いいですか。まあ、こうすると繊維を断ち切ることによって短時間で柔らかくくったりとなりますので、はい、こんな感じでさっくり切りました。時間のある方はいいんですけど、さっと火を通したい、短時間で仕上げたい方は頑張って細く切ってください。はい、次は玉ねぎ。やはり甘みと旨みを出してくれますので、これはもう普通に薄切りに。玉ねぎも、はい、同じようにここに待機しておきます。そしてウインナーですね、メインの。もうこの素材、ウインナー、キャベツ、玉ねぎの3つでいきます。最近ね、このちょっと大きめのウインナー、スーパーでも結構売ってるんで、私これ使わせていただきますが、もう普通のウインナー使っていただいても大丈夫で、なんとなくスッと切り込みを、味がシュッと出るようにね、軽く切り込み入れておきます。では、なんとなくオリーブオイルを熱しまして、まずウインナーから焼いていこうかしら、ね、デカウインナー、旨味も出しながら、ちょっとやっぱり色づくぐらいまで焼いていきましょうかね。この僕の長い切り込み結構気に入ってるんです。これなんか細かく入れる方いらっしゃるじゃないですか。この長いの結構、僕ドイツいろいろ行っていろんな地域でウインナー食べたんですよね。チューリンゲンソーセージってめっちゃ長いの、こんな長いやつとかね、大好き。で、今回はまあドイツの名物料理、なんとなくザワークラウト的なイメージ、あれはもうね、本当にあのお漬物発酵させてますけど、今回は手軽にできる風ね、ザワークラウト風で、このソーセージの隣に玉ねぎを炒めます。さっとちょっといい感じに色づいてきたら、玉ねぎをこのソーセージの旨味を吸わすような感じね。で、ここで北海道生まれの天才糖、ジャラッと入れて、便利なスタンドパック、このですね、お砂糖で炒めてより早くしんなりさせると、玉ねぎも非常に美味しくなるんですよね。これおすすめ。今回も本当早くしんなりになっていただきたいので、このように色もすごくいいんですよね。あの飴色玉ねぎとか作るときもこのやり方すごくおすすめなんですよ、実は。そして手たっぷりのキャベツインします。で、さっと混ぜます。全体絡めるような感じでね、いい加減にこういうのよくありますよね。もうごめんなさいね、ちょっと気を抜いてしまう。お塩振って全体炒めます、ね、で、まんべんなくお塩がいきましたら、ウインナーを上に乗っけまして、ここでお酢、
あのちょっと酸味ね、ザワークラウト的な酸味とお酒、お酒を入れまして、蓋をして蒸し焼きにすると、これでじわっとソーセージの旨味をキャベツにも入れていきながら一体感出てきますから、このまま蒸し煮にしていきます。で、本場のザワークラウトはやっぱりあの発酵感で非常に酸味が出るんですけども、今回発酵させない即席で作るので、お酢を結構たっぷり入れてるんですよね。でもやはり最初にあの入れたお砂糖の効果で非常にお酢がマイルドな、いい感じの酸味になるんですよね。これもポイントでございます。はい、では恒例の途中経過オープン。イエーイ、いい感じでしみしみになってます。ちょっとあの上下返していただいたり、気持ち的なもんなんですけど、ポジションチェンジしていただいたり、ほらこのイカゲームもくったりとなってきた。 OK、 こういう感じでお好みの柔らかさになるまで再度蒸していきます。ではオープン。イエーイ、この短時間でくたっとした感じ最高だね。 OK、 これでお盛り付けをしたいと思います。お盛り付けね、ちょっとソーセージちゃんは休んでいただいて、プリのこのキャベツね、ザワークラウトは本当はねスパイスとかハーブたっぷり使うんですが、今回あの朝ごはんとかに食べれるようにニンニク入れてないんですけどね、ニンニクも入れていただくとちょっとおつまみ感がしっかり出るかなと思います。このクタクタたまらんよこれ。でドーンドーンドーンと、あとはやっぱりマスターでしょう。お好みのマスタード使ってください。ということで、あっちゅう間にできました。このソーセージのうまみがずっしり入りましたソーセージとキャベツの柔らか煮でございます。ビールかなこれは。それではいただきます。ソーセージ&キャベ粒マスター、いただきます。間違いない。もうあの天才糖の優しい甘みがベストマッチなんですよね。そしてやっぱりお砂糖の効果で味がキュッとキャベツの方に染み込んでます。塩味、ソーセージの風味、そしてお酢ね、マイルドな酸味がまた絶妙によく合います。これ本当にね、たっぷり作り置きしておくとね、副菜とかおつまみとか本当大活躍、お弁当とかにもしますから、ぜひもうキャベツ丸まま作っていただきたい。ちなみにこれみんなソーセージとウインナーって言うじゃないですか、あの腸詰めの総称がソーセージなんですよね。でウインナーはあのウィーンあるじゃないですか、ウィーン風のソーセージなんです。僕ドイツいろんなとこで、あってですね、多分ここに早送りです絶対ね。こんな感じで
らせていただきました。ぜひ皆さんたっぷり作って召し上がってください。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もお願いします。バイビー。